田目傘満開です。満開です ねこの間のリベンジでございます。本当に先日は土砂降りだったので、はい、今日は満開の、はい、城山を歩いていきます。じゃあ、なめかさん、今日はチャリで行きます。はーい。なめかさん、ちょっとアポ取ってないんですけど、突撃で立山フルーツ工房さん、ちょっと行こうかなと思います。はい、立山フルーツ工房さん、地元 の果物とか一部野菜もあるんですかね。そうですね、トマトとか、トマトとか今ちょっとないですけど、ナスなんかも、ナス、はい、ジャムにしてます。ナスのジャムって面白いですね、はい、そっか、ナスは夏ですもんね。そうですね、スノーテール、なんて読むんですか、これ。スノー輝きジャム、はい、え、これ味見できますか。はい、すごい喜ばれます。うん、ちょっと今シャーベットみたい、うん、ジェラートっぽくなってますけど、はい、このまま食べれそう。そうですね、うん、はい、もうこれ例えばストロベリーとかフィグとかの頭文字なんですね、うんうんうん、で例えばその飲食店さんとかホテルのバーカウンターなんかにこれがずらっと並んでた時に、うんうんうん、F. くださいって言うと、うん、そのカクテルが出てくるみたいな、そういうちょっとこの辺にこう流行らせたいなと思いがあって、こういうデザインを、はい、地元のデザイナーさんなんですけれども、はい、その方にお願いをしてこういうデザインができました。うん、磯部さんも、はい、移住をされたんですか。そうですね、結構長いですけども、うん、これ開店して何年ですか。開店したのは7、8年ぐらい前になります。あ、そうなりますか。はい、で最初はまあこういうジャムとかドレッシングをスタートさせて、まあ徐々に規模を大きくしていって、お菓子メーカーさんとかの材料とかにしてもらってるんですけれども、まあ例えばビワの実から出る種って大体半分ぐらいの量出てくるんで、それそのまま捨てるのもったいないんでリキュールの開発をやったりとかですね、いちごなんかも、まあ、今回のコロナでお客さん来なくなったところのいちごを使ったりとか、あとイチジクも収穫終わった枝を使ったものなんです。枝、はい、実は使ってないんですね。これですか。枝、そうですね、葉織って木とか葉っぱの方に強く残っていて、実の方にそれが移るような感じなので。そうなんですね。イチジクも実よりは木とか葉っぱの方に香りが強く残ってます。へ、それをまあ活用してまあ、リキュールにしたもので。すいません、なんか突然お邪魔しちゃって。いえいえ、ありがとうございます。長居しちゃいました。すいません、はい、ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。はい、なめかわさんが気になっていた佐藤塗装店さん、実はね、ここおせっかいの役員なんです。 DIY したりするのにペンキをこう買ったり、ね、ホームセンターにするんですけど、はい、ここも毎回気になっていたんです。はい、ぜひちょっと話を聞いてみましょう。あ、いた、あ、いらっしゃい。はい、佐藤さん、実はおせっかいの役員です。役員です。はい、なめかわさんが DIY をするときに、そうそう、こういうね、プロショップってなかなかちょっとね、いきなりこうね、みんな業者さん来るのかなって思って入りづらい。なんか素人の人が入ってもいいんですかっていう感じで。もちろん大丈夫なんですね。もちろん皆さん見えますよ。あ、そうですか。はい、僕もね、実は
あ、そうですか。知らない顔しましたけど、あの普通に来てます、はい、古民家を改修するときに塗料だけじゃなくて、あのこういうこういうのなんていうの、マスキングテープとか、あとなんだっけ、あの珪藻土とかもね、あ、手配してもらったりとか、はい、刷毛も1本から買えます、はい、でしかも佐藤さん塗装のプロなんで、あのいろいろ教えてくれます。教えます。ちなみに車の塗装もできますか？車の塗装はおじいちゃんがやってましたから、ね、そうなんですか。車の塗装のペンキも売ってますか？売ってますよ。 あるんだ、取り寄せですか？車やっちゃったんですか？車塗装しようと思って。ああ白から、はい、あ何色にするの？今検討してるのは、うん、マスタードイエローみたいなやつ。自分で？自分で。今ね、ハケとローラーで塗れる、ね、そうそうそう、それが欲しいんですよ。そう、自分でできるっていう。ヤスリかけて、ナノテープ貼って。水性の塗料で。そう、水性で。つや消し仕上げになるんですよね。そう、それです。それを買いたいんですよ、私。じゃあ大阪宝塗料さんかな、なんか、なんかやってるんですよ。じゃあそれ佐藤さんに相談してください。うん、うちじゃ取り扱えないです。あ、ちょっと突然すいませんでした。いえいえいえ、はい、ありがとうございました。この暑い中、じゃあちょっと頑張って取材して回ります。いってらっしゃい。ありがとうございます。お母さんのチャリが速いこと。そうでしょ。電動なのでついていけない。はい。すごい速い。まあでもあれいいですね。いいすね、あれがあればそんなにね天気が悪くなければ。そう、結構ね、うん、行動範囲広がりました。うん、そうでしょうね。全然。まあ実際どんな感じなんですか。これからこんな風にしていきたいなみたいなのあるんですか。なんかやっぱりもうまずは今年は。まあ、まだ海外も行けないっていうのはまあ想定しているので、立山というこの地域の中でなんかこう新しい面白いことしてみたいなって考えていて、うん、一つ描いてるのは週末キッチンカーやってみたいな。料理するの好きなので、スープ作るの好きなので、そのスープをこう朝とか朝ごはんに食べてもらうとかっていうのできたら楽しいかな。ピンポイントでスープなんですよ。なんかスープって手軽で良くないですか？うん、でもね、スープって料理の中で深いですよね。うん、いろんな味できるし、突き詰めるとね。そう、で、うん、あのこの辺の地元の野菜を使ったスープ、ああいいですね、作りたいなと思っていて、さっきフルーツ工房さんも言ってましたけど、うん、あの地元の野菜とか果物を使って、うんうん、果物のスープってなんか、うん、あ、お酒も出しちゃったらいいんじゃないですか。それはね、今ね、妄想が広がって、あ、いいですね、F 取ってくださいみたいな、ね、はい、あ、で、それいいですね。あ、それであのお酒を出す、はい、そうだから、あの海の近くでキッチンカー出すとか、うん、いいし、うん、かなーって、うん、もうそうですね。それは何ですか、あのどんなグループでそんなこと考えてるんですか？それはなんか別に私が発案してるとか、その同じマンションに住んでる子で、うん、そういうのを今企画してる人がいて。ああ、そうなんですか。そうそうそう、それそうやるんだったら乗っかろうかなみたいな。まあもう本当普通になんか面白いことして、なんか山があるので山からこう流しそうめんをこうガーって、うん、下ろしてみるとか、滝はいっぱいあるから、はい、そういうなんか企画ものをやって、はい、なんか楽しいことをしようかな。はい、すいません、お待たせしました。おお、来ましたね。これですね、房州寿司。噂の房州寿司。おー、すげえ。なめかさん、これ全部いけますか？いや、ちょっと頑張ります。はい、お持ち帰りもできますか？はい、もちろんできます。あ、ご主人の中川さんです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はあの撮影に付き合っていただいて。これは普通のお寿司とな、こう最初からこう、なんでしょう、味がついてる、タレ、そうですね、タレがついてるんですか？当店の、秘伝のタレで、あの私の祖父の子がつないでるあのタレでして、醤油を使わなくても食べられるように、そういうような
あと漬けみたいになってますので、うんうん、あのお持ち帰りの時に、うん、あの保存というかそういう役割もしているという、うん、そして醤油も使わないすぐ食べられるという、うん、そういうメリットもありますね。これなんか握りが大きいお寿司タレを乗っけてあるお寿司ってなんか言われがあるんですか？ええ、昔、まあ諸説あるんですけど、白浜から館山に第八車によって、はい、魚持ってきて、そういう食妊婦さんとか大工さんとか持ってきた、そういう人たちの力仕事した人が食べる食事だったもんで、お腹空いてるので、うん、そういうので大きい寿司ができたと言われてます、うん、あ、じゃあお弁当みたいな感じですか？まあ、そうですね。昔は貝とかじゃなくて煮た野菜とかそういうのとか、あ、上がおかずだったみたいなやつだった。なんかそろそろ滑川さんも早く食べたいっていう状態になっているので、はい、はい、じゃあもうちょっと待っていただいて、今日お魚これ何となった何ですか？そうですね、こちらがヒラメ、これはい、ヒラメですね。ヒラメ、はい、中トロ、中トロ、はい、石垣鯛、石垣鯛、はい、はい、赤貝、はい、金目鯛、はい、これイサキの炙りですね。これイナダですね。これがメジナです。 あとはこちらが自家焼きの卵焼きです。卵焼き美味しそうです。じゃあもう、はい、我慢しないで食べましょう。はい、はい、じゃあいただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。卵焼きで巨人大砲卵焼きです。あ、なるほど、お揃いです。もう一回わかります？はい、巨人大砲卵焼き、全然わかんない。わかんないんですか？お昼ご飯美味しかったですってね。なんかね、すごいなんだろう、相撲だらけなんですけど、なんかさっき中川さんになんでっていう話を聞いたら、お父さんが好き、相撲好きっていうことで、でなんか館山の相撲愛好会があって、そこのなんか本部らしいですよ。でこれ貴重です。これすごいですね。これ先ほどちょっと出た大鵬、横綱大鵬、昭和の大横綱ですね、の書だそうです。実質中野これ実質ですよね。すげえ。そっから、そうですっておっしゃってますけど、はあ、貴重ですね。これ達筆だったんですね、大鵬ね。ここに巨人のカレンダーがあって、巨人大鵬卵焼きはなくなっちゃった。はい、もう食べちゃいましたね。ランチ限定ミニ海鮮丼とかあって、結構リーズナブル、1300円、1150円とか、はい、ほんと気軽にランチでご利用いただけると思います。はい、ぜひ寿司ショー中川さんお越しください。じゃあ中川さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ね、美味しかったですね。忙しいからお話聞く暇がないんですけど、この人が店主です。サルビアコーヒーの鈴木正人さんです。実はお世界の事務局長をやってくれていて、裏方でいつも支えてくれています。波川さん初？いや、でもオンラインでお会いしてる。あ、オンラインで、オンラインでお会いしてる、ね。はい、あれでも実際に会いましたよね。会いました、会いました。花の前でね。はい、まあ、また今後ともよろしくお願いします。今日は美味しいコーヒーをいただいて、映ってる、映ってる。なんか一言ありますか？頑張れヤシだ。3回やってみて、例えば歩いてね、車じゃなくてこう歩いたり、今日自転車だったりでじっくり見た感じ、まあピンポイントの場所になりましたけどね。なんか改めて建物どうですか、ね、人にもいろんな人にも会えたし、うん、お店も知れて、うん、身近になりました、うん、よかったです、うん、なんかねこういうの実は
あの移住考えてる人と一緒にツアー回れたら楽しいですよね。そうそうそう、本当そう思います。なんか、うん、あと移住したばっかりの人とかで、ああ、ね、そういう意味ではね、もしかしたらいい企画になるかもしれないですね、うん、いいかもしれない、うん、お店って結構一番ね、うん、なんか入り口としてはそうですね、うんうん、入りやすいし、確かにね、うん、いいかも。なんか一般の人にね、いきなり訪れるわけにいかないですね、うん、そうそうそう、お店だったらね、お店だったら別にお店の人もね、うん、お客さん来てくれたらね、なるし、うん、自然ですよね、自然、自然、確かに、うん、やりましょう、ぜひね。なんか滑川さんもこれからおせっかいいろいろ関わっていただいて、なんか企画も一緒に考えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。明るい立山の未来のためになんていう大げさな話ではなくなんていうかね、なんかね、楽しい、あまり縛らないでね、楽しいことがみんなでできたら ね、本当ですね。猫ちゃんだ。サルビアさんはね、猫が好き。猫だね。そうでもないの。でもほとんど猫ですよ。どうですか。好きじゃない。好き。猫いるもんだって。猫ちゃんいるもん。